はい、皆さんこんにちは。コトルの K-CAN チャンネルへようこそ。3月も下旬となってきており、新年度に向けて忙しくなってきている方も多いですかね。そんな中、お送りする今回の動画は、このポータブル電源を使って今までご紹介してきたチルいアイテムたちを使って車中泊をしてみようという動画となります。ただ今回はこのコトルの K-CAN チャンネルをスタートさせてからの記念すべき回となりますので、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。ここ北海道は曇りの予報でしたが、撮影を始めた途端晴れてきました。おかげで逆光となり白飛びしちゃってますが、そこはすみません。はい、お風呂にも入り、K-CAN内に移動してきました。記念すべき回で、お風呂上がりにまずすることといえば、まずはこいつで一杯行くしかないですよね。今回はマックスバリューでゲットした格安ビールです。なんとこの子は1本100円を切るビールなんです。もうこれで十分。いやー、うまい。というわけで、宴も開始されましたので、おつまみを作りながら、そしてつまみながら進めましょうか。皆さんもぜひここで一旦一時停止していただき、飲み物やつまみを準備されて飲みながらご覧ください。さあ、準備はよろしいでしょうか。では僕の方はこのスキレットを使っておつまみを作っていきたいと思います。今日のおつまみ一つ目はこれ、セブンイレブンさんのスモークタンです。これを焼いていきたいと思います。さらに2品目はこちらのマカロニサラダです。僕はサラダの中でマカロニサラダが一番好き。もう見た目からサイ&コー、いただきましょう。うまいうまいうまい。期待を裏切らない最高なサラダです。おっと、そういえばまだ今回がなぜ記念すべき回なのかをご説明していませんでしたね。実は今回の回は、このチャンネル100本目の動画なんです。いやー、年間100本を目標にやってきていたので、達成できてよかったです。ただ見返してみると、なんじゃこりゃというちょっと意味がよくわからん作品も多かったので、今後はもうちょっと軸をぶらさないようにやっていきたいと思っています。あ、そうだ、この K-CAN を自分の部屋にするための動画にしていこうかなって。それじゃあ K-CAN マイルームさんのパクリになっちゃいますねって。K-CAN マイルームさんをご存知ない？あんなめちゃ面白い動画を知らないなんてもったいない。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックお願いします。待って待って、あ、この動画を見終わってからにしてくださいね。今回は K-CAN マイルームさんをご紹介するのにうってつけの回なんです。なぜなら K-CAN マイルームさんは僕のチャンネル登録者100人目の男なんです。100人到達って嬉しいよね。100つながりということで、今回ご紹介させていただきました。 K
経験内は 4.1 度と身も心も温まってきましたので、じゃんじゃんやっていきましょう。スキレットもやっと温まってきましたと思ったら、なんとビールがもうなくなってしまいました。こんなとこで終われるか。ここからが本番なので、この子に登場してもらいましょう。はい、日本酒ちゃんとグラスも持ってきております。はい、とっ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 と、いいね。くなんでしょう、もう音だけで酒がうまくなっちゃいますね。このベアボーンズのランタンも思っていた以上にチルい空間を演出してくれています。このランタンについては前回の動画でご説明していますので、そちらもぜひ見てくださいね。少しケーキャン内の明かりを消して、このランタンだけの明かりにしてみましょうか。どうでしょう、これで一番小さい明かりです。トフィーの電気コンロの明かりとランタンの明かりがチルい空間を作り上げてくれています。もう最高。チルい時間に浸っていたら、あっという間に時が過ぎてしまいました。はい、ごちそうさまでした。さあ、後片付けをして寝る準備に取り掛かりましょう。ケーキャン内は 6.1 度です。問題なさそうですね。それではおやすみなさい。あ、おはようございます。今朝のケーキャン内は 1.3 度と寒いですが、電気毛布もあったので問題なく眠ることができました。その電気毛布も一晩中弱にしていましたが、これも寒さで目が覚めることもなく快適でしたよ。それでは朝食にしましょう。今日の朝食はこちらのカレー飯にしたいと思います。前から売られていることは知っていたのですが、今回初めて食べます。美味しいの、これ。
ふむふむ、お湯を注いで5分待ってよくかき混ぜて食べるそうです。やってみましょう。おお、カレールーがちゃんと入っているんですね。すげえ。むむ、あれ？昨晩から雪が降っていたのは分かってはいたのですが、ずいぶん積もったようです。また除雪だ。除雪をする前にしっかり朝食を食べて元気に頑張りましょう。お湯も沸きましたのでカレー飯を作っていきます。ポータブル電源の残量もまだありますので、食後のコーヒーの準備もしておきましょう。すごい、混ぜれば混ぜるほどカレーになっていきます。なんじゃこりゃ、めちゃうまじゃないですか。いや、これ本当に美味しいです。濃い味好きな僕にはぴったりな商品です。でもう完食で、ごちそうさまでした。さあ、それでは今回の動画はいかがでしたでしょうか。チルいアイテムたちに囲まれてまったりとした時間をケーキャンで過ごしてみました。今回で100本目の動画となりましたが、ここまで続けてこられたのもご視聴くださっている皆様のおかげだと常に感謝しております。そしてこれからも皆様に少しでも有意義な動画を作成していこうと思っていますので、これからもどうぞコトルのケーキャンチャンネルをよろしくお願いいたします。頑張ります。それでは雪三昧な北海道よりコトルがお送りいたしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。北海道ももうすぐ春が訪れてくれると思うのですが、今日はまだ雪かきが必要そうですね。早く暖かい場所で車中泊をしたいと思っています。それでは次の101本目でお会いしましょう。またね。